にどこに住んでる人にしてもですね既存のメディアがまず伝えなければわからないわけでえまあもちろんその現地からの個人的なパーソナルメディアによる具体的に言えば SNS による発信ですとかねそういったもので何が起きてるかってことは伝わることはあるわけですが多くの人が一度にえー受け手になって その情報を知るということでいえばメディアの役割というのはますます重要視されるわけですでそういった中でじゃあちょっと4番の記事をお願いいたします。ああこれは私のツイートなんですが「えー、なぜ BBC がこんな報道ができるのに日本のメディアはできないのか」「何年も前から言っているが日本メディアが劣化幼稚化したからだ」「羽田の衝突事故報道は」 レベルの差がより顕著,顕著になった朝日,朝日新聞やテレビ報道は幼稚で感情的で、えー、18分の奇跡の生還を伝えられない日本に戦争報道がないことも理由で9条、えー、というお花畑のフィルターが真実事実を客観的に伝える障害になっている。 ということを書いたらですね、これ結構反応があったんですね。えー、私ちょっと、えー、確認してないんですがあのかなりリツイートされたりしてるんですね。これどういうことかっていうとあの BBC がですねこれ現地に入った時の放送の内容ですね。えー、それがその非常にこう客観的に え伝えていたこれはえっと和島からのレポートなんですねでそれがすごく際立ってその日本の伝える報道と違ったということとあとはやはりその羽田のですねえジェルと海保機のお衝突事故に関しての伝え方もですねえ例えば記者会見でジェルや 解放ですねなんか吊るし上げするようなですね、えー、そ,そんなようなあそのように見受けられるですね質問がいっぱい出たりとかですね、えー、ちょっとわ,、ね、わ,わけわかんないんですはっきり言って私から言ってペットのこととかねや,やってることメディアがやってることがね、まあ、本当にね昔もひどかったんですけどはっきり言ってねあのまあ一昨年の 安倍元総理の暗殺事件もそうですけど、これは、明らかにメディアが劣化してるとしか言いようがないんですよ。で、今回もですね、その羽田の事故に関して言えば、一時情報で大事なものっていうと、更新記録なわけですよ、管制と、それと両方の飛行機の間の。で、そこでどんな更新記録があったのか、あと実際に、えー 防水レコーダーなどで機内で何が話されていたとかですね、そういう,とそう,いうことを含めた、それが一時資料になるんですがね、そこに書かれてあることを読むと、ですね発表さすぐ国交省は発表しましたんでね、そうすると、あの、ね、あの航空機事故に関して、資料との私でも分かるんですよ、読めば。 それで C 滑走路で衝突したわけだけど C5 に誘導されてるんですよ管制塔から海保の飛行機は。じゃあその C5 っていうのはどこかってことは問題ででやり取りをちゃんと公表されてるやり取りの言葉を見れば C5 で待機する離陸を待機するってこと言ってるんですよね。でだから機長はあのまあ今重傷なんでしょうけどその。 離陸が許可されたたっって最初に言ったのはそういういことでねだから何らかのその思い違いというかあの、えー、伝えた方とですね聞いた方で、えー、間違いがあったっていうことなんでしょうけどそういったことに対してのなんか冷静な客観的なあの報道というのはないしあとはやはり日本の JAL のですねクルーたちの素晴らしい 作業を称えることもしないわけですよねさ最初ので外国のメディアが盛んに報道するようになってからですよ日本のメディアが、えー、ほそれを書くようになったのはでしかも自分たちが書いたんじゃなくてあの外国がそう言ってるって書いてるんですよね <laughs> なんだこれはと思ってねでね結局ね2年前の安倍総理の 暗殺事件にしてもね私何回か言ってますが一時資料があるんですよ一時資料っていうのは CT スキャンの画像なんです奈良県立医大に運び込まれた時の CT スキャン撮ってるんですでそれについて記者会見2回の記者会見で7月8日と9日でどのメディアの誰でも聞かないんですねそそれ見れ見ばその どどかかから入っってどうなったかとかですねいろいろこの1年半多くの方がいろいろ疑惑を感じている方がいろいろ検証されている問題もその CT スキャンの画像を見ればですね解決するんですけどそういう問題に言及する報道もないんですよね。それがまあ一番私は今感じていることなんですね。 えーこ,まあ、この点についてはどう,どうでしょうかねな、長尾さんからちょっとお聞きしましょう。まあ今ちょっとあの話がすごく多岐にわたりましたんで、もうお話を。感じたことだけでも、えー、いいです。安倍さん、7.8の件はまあとりあえずまあ別のセッションでということで、うんまあ、関連するインシデントっていうのは、 過去相当数あの起きているっていう現実があるんで、はい、羽田の場合は、まあ、いわゆるこ,うここで止まってくれと、えー、停止線のところに信号のようなものがあるんだけれども、その信号を確認してくださいっていうやり取りが羽田の場合はないらしいんですよね。はいえー、だからこれからあのやれるべきことというのはたくさんあるんだと。 思います。えー、ですからまあ、JAL のクルーの皆さんのお対応をね、あの ANA の責任者の方々も大変あの素晴らしい対応だったということをおおっしゃられていました、えー。同業であるがゆえにね、多分あの分かることなんだと。あそうでしょうね。えー、本当危なかったと思いますよ。本当に。そうです。えー。 で海外ではやはり、まあ、こういう言い方、あのなんともあのちょっと厳しいんですけれど、まあ、亡くなられた方がいる割には、あの規模で、うん、え乗客の全員が脱出できて、怪我された方も、あるいはまあこれから精神的にあの、まあ、苦しい、えー、環境に置かれる方も、 おられるものの、命は助かったということを、ものすごくこう、そうですね、ざっと読みましたけどねあの、南米含めて、大体世界中のメディア、見ましたそうですよね、クルーもすごかったし、あと乗客もそれにちゃんとあの従って、えーまあ、多少のパニックはね、あったんだと思いますが。はい 最終的に、脱出シュートを出してから90秒以内に荷物を持たずに、これ、ペットの問題にまた関わってくることなんですけれども、それはみんなちゃんとね、履行したっていうことは、世界のお手本になったんじゃないかなと思いますねはいどうもありがとうございます。はい、吉田さんは どんなふうにお感じになりました、そのメディアのまあ報道の仕方ということも含めてなんですがそうですねあの、まあ、日本のメディアの劣化ということをあの、西村先生おっしゃったことを私もまあ常々感じていまして、まあ、だからこそ、あのまあ、国民の知る権利を守る自由報道協会というのを、ね、立ち上げたわけですけれども、はいまあ、日本のまあニュース、そもそもバラエティー。 ニュースバラエティということばが、まあ、そのえ報道番組の冠についている時点で、報道をバラエティに出している、あのおもしろおかしくあのいじくるものというふうにテレビ局が取り扱っている時点で、もうクソではないかというふうに思うんですね。でそして、まあ、各テレビ局のいろんな報道、報道っぽい番組を見るとですね、結局、井戸端会議をやってるわけですよ。 あの専門性のある人を一人ぐらい連れてきて、なんかみ全くのど素人、他の分野では偉そうなことを,あのことをやってるね、例えば、えー、テレビ局には関係ない新聞記者であるとか、あるいは他の分野でなんか活躍をした左翼活動家とかですね、そういう人いっぱい連れてきて、あの専門家の言ったことを、あ,あ、そうですかじゃなくて、それをなんかみんなでいじるみたいなですね。 こういう番組ばっかりなわけですよ。専門家の言うことを、まあ、なるほどって聞くんじゃなくて、まあ、えー、専門家からするとそうなんでしょうけど、一般,一般人の感覚するとか,か,からすると、こうですよねって、それが番組のまとめみたいになるような、ちょっとあの構成の番組ばかりだと私は思うんですね。そこがもう他の国の、えー、報道番組と全く違うところで、他の国の報道番組で、 素人が専門家になんか、あのー、まあ、それをう。う、上、上書きして、変な余計なことを、結論にするなんていう番組を見たことないわけですよ。まあ、日本には本当の報道はないなと思います。はい、どうもありがとうございます。ええー、と、それではですね、ちょっと五番の記事も紹介してください。ええー。これ東日本大震災の時ですね。えー、実は、アイラがですね。えー、こんな見出しを。 <laughs> あったあった、あ、ね、あ、僕ね、これ、ね、これ持ってますこれ鮮明に覚えてるんですよ、はい、だから、僕これ持ってますよすぐね、えー、このポストを作ったんですね、それで投稿したわけです、えー、東日本大震災の時嫌やというほど目立ったのがデマの扇動や、えー、朝日新聞など、メディアがそんなデマゴーグだったことも思い出す。福島原発事故を扱った これね私、ちょっと間違いが書いてるんでねで、雑誌を拝観したあえら三月2八日号が、あれは週刊朝日。デマ格差の特集を行った、こんな恥ずかしい報道テロに、連載中の野田秀樹が怒りを、怒って連載中しようって、これ,それ、野田秀樹が連載やめたのは確かなんですが、あ,のあえらまだあるんですね。あえらまた <laughs> あの週刊朝日ですね。まだ出てるって僕、知らないでね。<laughs> いやもうどっちに配管してんのかと思ったから間違えて書いちゃったらねそしたらなんかぜあのここのリプライ全然読んでないから分かんないけどあの別のとこでですねあの私にあのメッセージくれた方がいて「西村さんあイラまだ休館してませんよ」って「<laughs> ああそうですかすいません」なんて言ったんですけどまあそんな感じですよね本当にね。えー、でじゃあついでにちょっと6番見せてくれます これお二人にねお聞きしたことと同じことになんだけどえーこれ高市さんのツイートなんですねえ元日朝は皇居に上がって天皇陛下のお言葉を賜り今年も懸命に働く決意を新たにしたところ,新たにしたところでしたが夕方に能登半島地震発生今朝も総理の現地予定を尋ねる記者がいましたが総理が行くと警護のために 多数の警察官が動員されることになります今は人面救助最優先であることはご理解いただきたく存じます。内閣府からは古賀副大臣が派遣されました。っていうね、この高橋さんのツイートね、私びっくりしたんだよね。だからこれ、本当にメディアが劣化してるっていうのはね、ここで総理の現地入りを訪ねる記者がいるって、これだ、もうだから常識がないってことじゃない、これ。 あの昔ですね、昭和50年ぐらいにね、あの三木総理大臣がね、あの靖国参拝したときにねあの、これは,これはあの肩書きは何ですかって聞くようになったのね、でそれ以来あの、総理大臣がない靖国参拝するとね、みんな聞くんですよ、えー、私的参拝ですか、公的参拝ですか。 それとちょっと似てるなって気がしてね、要するに聞くまでもないことでしょう、普通考えてね、分かんないんだよね、本当に。これ、ど,どうですか、長尾さん、高橋さんのツイートて、まあ、言葉がないですね。<laughs> え言葉がないいや、普通ね。うん 初動において総理が出張る話じゃないんですよで出張や、だからね、いや、仮に総理がいたとしても、何の役にも立たないんです、ええ、なんでそんなことも分かんない人間は官邸詰めの記者やってるのかなと、官邸詰めがなんだか分かんないけど、少なくとも高市さんにこうやって聞いてくるポジションにいる記者だよね。 まあ大体災害っていうのは想定外のことが多いわけで、全容がわからない、でもさっきも申し上げたように、全容がわからない中でもちゃんと進んでいけるマニュアルがある、マニュアル人間っていう言葉を悪い意味で捉えるんじゃなくて、マニュアルがあるっていうことは自動的にそれでできるわけで、総理が登場するなんていうのは別に現地でなくてもいいわけですよ、本人じゃなくても。 別に総理はありとあらゆることの専門家じゃないですから、なんかちょっとこういう風潮っていうのはよろしくないですね。あ,あ、それでこれね、あの法則があったこのツイートね、書、はいてた。この質問したのは朝日の記者だって。<laughs> そうです。うん、ね、やっぱりそうなんだよね。吉田さんいかがですか。そうですね。あの総理大臣がまあその、えー、事故やあるいはまあ戦争の最前線に行く。 とということがです、ねまあ、当然、最前線に行けばあの死ぬこともあるし、あるいはえ災害の現場であれば大混乱で、まあ、その場でもう人の生き死に関わるような状況がその目の前で起きているわけですね。でそういう状況をまあその総理大臣がきちんと把握するということは大事なんですけれども、それは現場に行くということでしかです、ね、その情報を得られないのか。 あの昔からそのいろいろ国家のトップに軍で大勝利を挙げた元の軍人などがなったりするというのはそういう有事において過去の経験教訓そこで成功した事例にまあいびは期待をして指導者その国を率いてほしいと思うわけで。 そうなったから常に最前線で一平素すなって戦いと思ってそ,その人に、えーまあ、国の舵取りを、えー、任せるんじゃないんですね。その過去の経験が後ろにいても前,前線というかあの現場の状況を想定して何ができる、うん、何がない、何が足りない、何が必要だということは頭の中に入ってあの人よりも的確な優れた判断ができるだろうと思ってあの、まあ、その国民の命を委ねるわけで。 だから常に最前線に飛んでけって話ではないはずなんですよ。それを、えー、理解していない、えー、メディアが、ね、朝日新聞であって、ほ、えー、まの、あえー、メディアはですね、そういう、ただ絵を撮りたいだけみたいな、まあ、前はその、えー、長尾さんからですね、 絵を,絵を取りたいために政治家が現場に行こうとするなっていうお話をされたと同じようにですねメディアも絵が撮りたいだためだけに総理大臣に現,<う>現地に行けみたいなことを言うなと思いいます、うん、はい、その通りですね。まあ、とにかく、まあ、さっきのツイートでね私のツイートでしょあの書いたようにね本当に劣化してるんですよ。だから大大災害がが起ききた時ですねこれれ本当にまずそれが一番大きな 問題障害になると思いますよ情報が要するにミスリードされて戦場的にですね煽られた形でしか伝えられない事実と実際の現実というものはね置き去られてしまう可能性が非常に高い環境に私たちが置かれているってことですねこれ本当にあの。さっきのねあの私のツイートで。 私ああえて書いたた一言があったんですよ日本は戦争報道がないからだって、まあ、わ,わざと書いたんだけどあのそれ多分長尾さんや吉田さんがね僕の,その意図っていうのは分かってくれると思いますけど実際そうですよねそのまあ78年間戦争してない国だから戦争報道ない、まあ、主権回復してから71年間ですよね、まあ、今年で72年になるわけだけどあの この72年間戦争がない国っていうのは、なかなか世界中でも珍しい国だと思いますけど、あのまあだから、今ね、吉田さんが言ったような、非常に分かりやすい例えで言った、首相、その行政府のですね、あのトップがですね、えー、最前線に行くかという、そういう基本的なことですよね、本当にね。いや、役に立たないですよ。 全くそうですだからそれがねえ名古屋さんさっき言いかけたけどあの東日本大震災の時の福島原発を菅直人首相が視察した時のあの状態ですよね本当に。あれでどれだけ、えー、首相になったかあーそして福島原発の象徴、えー、とですね、えー、本当に 言い合い合ににななっったことになっちゃうわけですよ、ね、だから災害をねなんか自分たちの,そのえ手,手柄に利用しようっていうことが、うん、あの東日本大震災の時にはすごくありましてね、はい、あの実は私のね友人がね、まあ、直接行政にですけれどもそれぞれ1000万円ずつ。うんあの えー、寄付をしてくれたんですよ、義援金でね。それで合わせて、えーまああ、ランドクルーザーを60台確保するからっていうことで提供をし,してくれたんです。えー、すごい、ね、でそ、そうです、ええーまあ、とあるあのネット会社の、えー、オーナーですけれども。でそれをね あの聞きつけたあの当時の政権の幹事長室の担当者がね、あの議員ですよ、民衆党の、はいで、長尾さん、ちょっとそれ10代ぐらい回してくれるって、僕のところに連絡があって、いやもう、それはあの岩手県に全部流しちゃったから、あの俺の手を離れてるとで、なんで10代いるんだって言ったら、うん、いや、象徴的にみんなでそれに乗って行きたいんだって言う。 もう私ね、その時にね、あっために来て、電話もガシャンと切りましたよ、当時、はい、あの議員会館の電話だったってことを国民に覚えているんでね、うん、もうね、当時の民主党政権って、なんか災害で自分たちがやってますっていうことを、象徴的に、本人ね、象徴的に今、今、とある政党でまた国政を目指してる方なんですけども、もうね、本当 本当にもうあの、今からでも暴露したいこと、いっぱいあります、うん、とにかく災害を利用して、で原発がね、まあ、場合によってはね、もっとひどいことになっていた方がいいんじゃないかとそんなこと思ってんじゃないかって思うような、ね、うですたくさんありました、い<や>本当にそう。じゃあ実際そう,いうです今回もじゃあ、うん、実際そうですよ。JAL と海保の,あの衝突もそうだし。 えー、それからあの野田半島地震自体もそうですよあの、そういう連中っていうのは、そういうこと思ってるんですよあもっと、もっとひどいことになって、それで,そ,れでそのえ政権を引きずり倒してね、えー、自分たちが権力の座につければいいぐらいに、それなんですよ本当にあの災害をですね政局に利用しようという人間がたくさん、んで当時もいたし、今もいる。うんうん もうこいつらはもう本当に排除したいですね。はい、まあそういうねなんていうんだろう卑しい卑しい根性っていうのはねこれはまあおそらくねかなり昔からずっとあったんじゃないのかなっていう気もしますね。戦前の国会議員はどうだったんだろうなあ。 なんかちょっといろいろい考えてちょっと歴史の、ねね、や戦前はねそんな暇もなかったんじゃないですかまあねそうでしょうねちょっとひもそれはすぐね23日先にはね自分があの命の危険にさらされるような時代ですからね、えー、まあ実際中野聖子なんかは時東條英機にあの辞任迫ってねえ潔白自決もしてるわけですからねまあいいやあのそれじゃあ ええと、じゃあ、すいません、ちょっと余計なこと言いましたあ,あ、いえいえ,いえ。えー、あのー、じゃあ、8番をですね、ちょっと、取り上げてみましょうか。これで、門田さんのツイートなんですね。えー